今朝ね、お仕事してたら車がいっぱい来るトラックの駐車場にクワガタが落ちてたの。そしてね、歩いてたんですよ。惹かれちゃうと思って。ジメさんね、この車文化っていうのがあるからね、たくさんの小動物や昆虫がもう数えきれないぐらい死んじゃって踏まれちゃってかわいそうだなっていつも思うんだけど、カマキリとかバッタとかコオロギとかね。そしてね、アスファルトがあるでしょ。そうすると街路樹のに生まれた卵を生まれたセミの赤ちゃん7年間育ってもね、アスファルトがあるから出てこれなくて死んじゃうセミがどのぐらい多いのかなって思うとね、ほんと切なくなっちゃうの。だからこうやって命拾いしたクワガタちゃんは幸せなのかもしれない。お弁当のブドウで傷んだところがあったからあげたらね、バナナとかブドウとか食べてるんですよ。後で逃がしてあげようと。これはね、コクワガタのオスなんですよ。真ん中からね、オレンジ色、茶色いの出てるのがベロなんです。あの下でバナナ食べてますよ。バナナなんか気に入ってるみたいですね。